平成19年10月26日、阿蘇市内牧にある阿蘇プラザホテルで、九州なかなか地域ブランド交流会が開催されました。この交流会は、九州のほぼ中央に位置する大分県竹田市、豊後大野市、そして熊本県阿蘇市の3市が手を携え、それぞれの特徴を生かした地域ブランドを作り上げ、地域のイメージアップを図るために行われたもので、当日は関係者らおよそ170名が参加しました。開会式では実行委員長の小笠原哲郎氏や佐藤阿蘇市長の挨拶がありました。開会式の後、亀井壮太郎氏による基調講演、地域ブランドとまちづくり戦略があり、その後3市からの各代表が地域ブランドづくり報告の発表をしました。阿蘇市からは有限会社工房阿蘇物語代表取締役の吉田誠一さんが発表しました。閉会後は3市の郷土料理を試食しながら意見交換会が行われました。